なんかすいません、何ヶ月前に年1で半年ぐらい経っちゃって、うん、ちょっと伸びてるんで、そのここは頼む、よろしくお願いします。なんとかやりがいがあります。ホイールで熱をこの均等に上げれるようによろしくお願いします。お願いします。結構伸びてます。そうなんですよ、美容師泣かせて、すいません、とんでもないです。何ヶ月前に11でした。でも、半年ぐらい経っちゃって、うん、てかまあなんかちょっとブリーチをするのを休憩してました。その時は前頭ブリーチですか、はい、その時はリタッチ。ああ、リタッチでです。まあ、ちょっと伸びてるんで、そのここはちょっとギザギザになってるんで、うん、そこケアしながら、はい、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、大丈夫です。で、お色味はどんな感じがいいですか。なんか桜っぽいピンクにしたくて、いただいてた画像ぐらいの感じです。そのブリーチ待ってる時にちょっとそこの色味確認しながら、はい、いきたいと思います。お願いします。もっとボロクソ言っていいですよ。いや全然いいですよ。ボロクソ遠慮してます。でも結構 いらっしゃいますよ、このぐらい。本当ですか。でも時間かかります。厄介で、厄介で、厄介厄介ですけど、そうですね、大体2センチぐらいで来るんで、3倍ぐらいあるんで、たぶん。本当に逃しました、タイミング。いや、とんでもないです。逆にやりがいがあります。よろしくお願いします。お願いします。頼む。よろしくお願いします。なんとか、そこなんとか。いや、多分大丈夫です。そんなに真っ黒でもないし、上がりも抜けやすいです。抜けやすいのかなと思います。じゃ行きましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。結構伸びてるんで、このディバイディングラインが結構まばらになってるんで、まあ、絶対的にちょっと越しちゃうと思うんですけど、なるべくこのブリーチのところにはつけずに、黒い部分だけいくっていうのがポイントですかね。で、あとこの中間のとこ、ここが上がりづらいんで、今日ちょっとホイール使っていくのと、下から順番にいくんで、時間差つくんで、2剤のパーセント変えていきます。まあ、今回、あの鉢植えで止めたのは、まあ、結構リタッチ幅、長いんで、短かったらこう一気にガーって塗って下からチェックでいくんですけど、一回仮塗りしちゃうとまたチェックするときにこう伸びちゃってこっちについちゃって、まあ、断毛しちゃうっていうケースが結構多いのと、熱がちょっとこもりやすいんで、下は弱い薬でいってこもらないようにして、上は強いやつ使って、まあ、強いって言ってもコイルなんで、あのそこで時差をつけないようにしてます。よろしくお願いします。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 ここまで伸びたら結んだりもあります。ほとんど結んでるかもしれない。ああ、そうそう。結ぶところとかつけて塗っちゃっていいですか。あまりつけないんですけど、僕なんですか、頭皮に影響を与えちゃうんで。私ごっつりつけちゃってたんで。ごっつり派ですか。つけない派、つける派あるんですよね。いや、つけるときはつけますけど、根元がこうバッチリ見えるときとかはつけるんですけど、お客さんのときはあんまりつけないんですね。染みちゃうからとかですか。あとそれもあるんですけど、つけちゃうと次回のリタッチのとき、ブリーチするときに断毛が激しくなっちゃう。この2ミリぐらい、すっごい白く上がっちゃうときに、はいはい、ちょっと明るくなっちゃう。そういう、それが次リタッチするとき、白いところにまたブリーチかけちゃうんで、うん、それが、うん、やっぱ切りやすくなりますね。なんでわざと1ミリぐらい開けて塗っていきます。あと今回はちょっと伸びてるんでちょっと切れるの怖いんで、ナプラの単品でいって、とカマリスのプレックス剤 5% 入れてます。で、2期 4.5 で4.5、6って感じです。だん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 上げてます。で、ちょっとこう緩いとやっぱ伸びちゃうんで、2液少なめにして代わりにゼロクリアを 5% 入れてます。作り出すタイミングでこの3カップでやってるのコツかもしれない。酸化しちゃうんで薬が弱くなっちゃうんで、4カップぐらいですかね。で分けて作ってます、僕は。このボタン見ただけで美容師慣れちゃうんだよね。
慣れます慣れます私髪多いですよね多いですけど、めちゃめちゃいいと思います。このいいです。あの強いなってのもやっぱ分かりますし。強い生命力。あの髪の毛が。急に髪の話じゃなくなってます。大丈夫です。さっきこのペーパーとホイルって言ってたじゃないですか、うん、何によって違うんですか。あ、僕は基本的にはリタッチの長さによって変えてるんですけど、うん、2、3センチまではペーパー、うんうんうん、で、2から5センチぐらいまではコットン、うん、と4センチからそれ以上はホイルでいくんですけど、うん、まあ、今日はもう8ぐらいあるんで、ホイールなんですけど、うん、でも3センチの時でもホイール使う時あります。それはこの髪質だと上がらないなっていう時はこう伸びすぎるとこの中間の部分がうまくつながらないんですよ、うん、こっちは頭皮の熱があるんで明るくなりやすいんですけど、うん、どん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 熱が遠ざかってくるんで上がりづらいんですけど、うん、それをホイールで熱をこの均等に上げれるように熱をえ、じゃあその髪的に抜けづらいなっていう髪質とかには短く、はい、でもホイル使っております。今日はもう完全にホイルだなって。うん、え、コットンの時はどんな。コットンの時はコットンのいいところはちょっと上がり弱まるんですけど、うん、頭皮のダメージと髪のダメージちょっと弱まるんで、うん、このケア危ないなって時はなるほど、優しい、はい、優しめになった時、はい、なので基本コットン多いです。多いですね。リタッチ幅がすごい狭かったら、うん、コットン入れるとちょっと塗りづらい、塗りづらさあるんで、うん、そういう時はペーパー、うーん、コットンで厚みがあるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと塗りづらくなる。確かになんかケバケバしてる。そうですそうです。ペーパーだと薄いんで、うん、ペーパー塗ったりします。うーん、はい、梱包されてる。梱包されてる。このまま発送されてる。軽い衝撃だったみたいな。梱包材から、本当に。ここも一緒ください。はい。危ない。もうついてるかもしれない。時間きます。よし、じゃあ流します。はい、お願いします。流します。何が正解か。じゃあ行きます。飲みましょう。ドキドキワクワク、ドキドキワクワク、アーニャ、アーニャってこういう感じなの。ダメです。はい、1個目餅みたい。餅、うん、なんか桜餅みたい。餅餅イメージじゃない。雪見大福いちご味、外国のアイス。確かに。シャンプー、なんかさっきいい匂いって言ってたじゃないですか。いい匂いだった、はい、あのシャンプーは結構理由があって、 なんでそのシャンプーにしたかって、最初にこう塗ったスプレーあるじゃないですか、うん、オイルと一緒に。そのスプレーがいわゆるそのケアブリーチ剤に、うん、まあ、なるんですけど、そのケア剤がこういつも水道水でシャンプーするじゃないですか。それで金属が溜まっちゃうんですよ、うんうん、それを除去してくれる効果があって、その金属がブリーチとすごい相性悪くて、うん、ブリーチとこう金属混ざっちゃうと爆発しちゃう、その中で、それで断毛につながっちゃう。爆発してなんすか、マジで。これ中で爆発してんすよ。でその爆発今僕止めました。爆発爆発って言ったらちょっとでかい話になっちゃうんですけど、ブリーチ剤と金属、金属がそれで髪の毛が弱っちゃったり、うん、すごい美味しそうな色。そうなんですよ、ね、なんかお餅感
ミスドでありますよ。ある。あります、ね、完全にそのストロベリーチョコのように。本当だ。なんかフレンチクルーラーストロベリー味。乗ってるチョコする。うん。ちょっとフレンチクルーラーっぽい顔してもらってもいいですか。クルーラーっぽい。あ、かわいい。チョコンデショコラっぽい感じです。チョコンデショコラっぽい。ポンポンしてる。しいな、これコンデリング系でしょ。コンデリング感ありますね。確かに。今日の色味はちょっと薄めのピンク、あまり紫味の強くないのがお好きなみたいなので、ちょっと赤み強めのピンク、ね、インスタみたいにバズるみたいな、そんなのない。あんまり濃すぎず、ないないない、桜とかフラミンゴとかそういうピンクを狙ってます。そうそう、結構ベースはいいので、 BTR が本ですね。ほとんどクリア、クリアトリートメント剤で、やばい、ちょっとだけ色味入れて、めちゃめちゃ薄いカラーを作ります。いやでも、まあ、私どうですか、色の入り。バッチリですね。これであとハイドレードを入れます。セッティングしますね。じゃあ、はい、少々お待ちください。お待ちください。入れます。はい、お願いします。はい、フォーメーション変えます。フォーメーション、おー近い方がいいんだ。はい、もうなんかてっぺんついてますもん。おー、あ、私が逃げるってやばい、逃げるタイミングで吸い込まれるとか。吸い込まれる。ざっくり言うと、一回最初の水分を髪の毛に入れてるんで、と、見えないんですけど、見えない分細かいってことで、髪の毛のキューティクルの隙間に入ってくれて、その水分が色持ちを良くしたり、と指通り良くしたり、トリートメント効果良くしてくれるっていう機械なんです。なんで、見えないんで実感は来づらいですけど、と、こう上がってきた時指通りが結構変わるんで、お客さんにもいいですけど、僕らもやっぱ指通りと乾かしやすいですし、色持ちいいとやっぱ施術その決まりやすいですね。特にピンクはこれ今こう見ていいなって思ってシャンプー台行った時に流れちゃうことが結構多くて、うん、でこれやっとくと割とそれがないですね。うーん、こっから10分置いていきます。はいはい、どうですか、感じます？浸透せい、浸透せい。そうですよね、感じてますね。あ、ぽい。じゃあ、じゃあこれで流します。お疲れ様です。はい、お願いします。はい、お疲れ様です。おーすげー。セット剤つけます。とダンスっていうオイルをつけてます。、はい、僕これ好きな理由は、あの重くこうまとまってるハイトーンとか結構多いとは思うんですけど、僕的にこうなんかサラサラ地毛ですみたいな感じなのが好きなんでこれ使うんですけど、はい、あんまり重すぎず、かといってすごい軽くてすぐ飛ぶっていうよりも、まあ夜まで持つぐらいのセット力あるんで、あとなんつってもか香りは結構好きっすね。お、これハイドレード効いてますね。ツヤってる。はい、いい感じ。これレイド、すごい、はい、よし、どうでしょう。いい感じです、最高です。ありがとうございます。 YouTube ありがとうございます。いい感じになりました。いい感じです。